にあった。 V 級巨人の核弾頭柴田、2番打者の職人土井はまだまだ健在。そして前年ベーブルースのホームラン記録を抜き去った4番王は前人未到の世界記録へ向けひた走った。巨人の4番打者はプロ野球の4番打者、そんな言葉を誰もが素直に信じることのできたあの時代、昭和52年は巨人が圧倒的な強さを見せ、 ON が共に光り輝いた最後の年であった。この東京ドームが稼働して4年、ドームの近くを歩く道行く人々もこの場所に後楽園球場があったことなど気にも留めていません。そうです、私が立っているこの場所、実はそれまでのプロ野球のメッカ、読売ジャイアンツを中心としたあの後楽園球場の舞台なんです。この後楽園球場で様々な大記録、そして様々なドラマが生まれました。その中でも私が忘れることができないのは、この場所で14年前に起きたこの出来事です。14年前の昭和52年夏、日本中が静かなる怪物王貞治の一挙手一投足に注目し沸騰した。今では信じられないほどの756号大フィーバーが巻き起こったのである。記録達成が秒読み段階に入ると1億人の756号昇降熱は頂点に達した。それまで野球に何の興味も持っていなかった人をも巻き込む大フィーバーに、政府も国民栄誉賞の設立授与を決定。日本中がやがて来る快挙に胸を弾ませた。王の話題なしには夜も明けぬ日々が続いたのである。そして31日、ついに世界タイ記録、次の打席にも世界新記録のホームランが出るかもしれない。人々の興奮は頂点に達した。そして長嶋監督はペナントを争っている最中にもかかわらず王にライトを守らせた。ライトスタンドのファンに対するショーマン長嶋監督ならではの粋なプレゼントであった。世界に並び立った英雄、自宅前には連日数百人もの人々が押し寄せる騒ぎとなっていた。王は756号をいつ誰から打つのか、マスコミは王の話題でうずめ尽くされ、熱狂は煽り立てられた。寡黙な怪物が一本一本積み上げてきたホームランはこの時社会現象にまでなったのである。さらに756号を打たれたピッチャーをサイパン旅行に招待するという悪乗り気味の検証もついたが、誰もが不名誉な形で名前を残したくはなかった。756号のその話題に乗ってね、対戦しなきゃいけないのかということで、ずいぶんねみんな気をもんだ時期があったんですよ。ということで、非常にね、そういう名前をやはりピッチャーはね、残したくないということでね、かなりみんな神経使ってましたね。756号を献上するピッチャーは誰か。次に王と対戦したのは、王さんがその前の打席、4打席ぐらいみんなフォアボールだったんです。ただ観衆のブーイングがすごいんですね。そして当時のピッチングコーチの堀内さんがですね、おやさ悪いけども王さん足取ってきてくれ言われたんですよね。打倒王に燃える安田は見事その打棒を抑え切った。人々の期待感は極限状態にまで高まっていく。そして9月3日、後楽園球場全体は試合前から異様な熱気に包まれていた。この日の対戦相手もヤクルトスワローズであった。その球場全体というのか、それがものすごく異様なムードで、早く出てほしいなという気持ちもあったんですけどね。やはり自分のチームになるとね、打たれるのも恥だし、その世界新記録のホームランを見たいっていうこともありましたしね、野球選手として ね。そして昭和52年9月3日午後7時6分、王はいつもと変わらぬ静かな佇まいでそのバッターボックスに入った。
野席後方に見えたビルの看板が今でももちろん立ち並んでいます。ライトスタンドはちょうどあの大時計の方向です。あの日王さんの放った打球はこの方角へ向けて飛んでいったんです。ついに世界新記録の達成である。その瞬間世界一となった英雄の姿を圧倒的な耳をつんざくような大歓声が押し包んだ。そして王はこの時最高の笑顔を持ってファンの声援に応えた。その笑顔を14年前同じ後楽園球場のグラウンドに立っていた人々は今も忘れていない。女優の山本ゆかりさんもその一人。当時まだ高校生18歳のアイドルだった。山本さんは756号の記念プレートを渡す役として連日球場に足を運び、グラウンド脇で待機していた。その時の写真を今でも大切に持っている。花束を渡しましたよねとかつってよく言われます。今でも言われます。はい、14年経って今でもね。だからやっぱり皆さんにとっては一般の野球を好きな王選手のことを好きな人にとってもすごいことだったんだなって思いますけどね。はい、王の第2打席を迎え沸き返る5万の大観衆。0対0の3回裏カウントは 2-3 となった。この時ヤクルトのホームベースを守っていたのは今なお現役を続ける八重樫幸雄星であった。 2-3 になったんですよね、はい、それでもう観客がね、わーってね、敬遠できないような状態だったんですよ。ああ、王はその球をシンカーだったと語っている。滞空時間4秒、白球は後楽園の夜空に高々と舞い上がった。うわー綺麗だなと思ってね。ああ、その弧を描くホームランが。ああ、じゃあライトスタンドに入るのもしっかりご覧になってました。もうその前からですね、打った瞬間もう行くと思ったから、ずーっと追いかけたら本当綺麗でしたね、あの子はね。そしてもう一人、756号ホーマーを最も間近で見ていたのは主審を務めていた富澤弘也であった。待望のホームランがライトスタンドへ入った瞬間にね、当時はプロテクターをして、それで蝶ネクタイを締めてましたんでね、大抵ホームランを打った映像などに審判が映りますと蝶ネクタイが曲がったりしてましたのね。一番先やった作業は蝶ネクタイをまっすぐに直しましたよ、両手で。打球のスタンドインを確認して悠々と王者の後進に移る怪物王貞治。実は二塁ベースを回るこの時、ヤクルト遊撃手の水谷慎太郎と言葉を交わしていることが映像からわかる。自然に、おめでとうございますっていう言葉が出てきちゃったんですよね。それで、なんで自分で後で言おうと思ってね、ホームラン出たら、回ってきたらおめでとうと言おうと思ってたわけじゃ全然ないんですけど、自然にそのベースの時に王さんが走って見えた時に、自然にもおめでとうございますっていう言葉が出ちゃったんですよ。二塁から三塁へ、大歓声の中、王の凱旋は続く。三塁の手前でもう一度万歳。そして偉大なるビッグワン王貞治と最初に祝福の握手を交わしたのは、当時三塁ベースコーチを務めていた黒江幸信であった。
わちゃんやったっていうね形でねジェスチャーして、そうですね、そのアクションでだから、まあ、王も非常に喜んでましたけどね。それでその後にね、その僕の方がむしろ万歳している感じでね、僕が打ったみたいなね、そういう打った感じでね、ホームベース近く来たらね、俺が打ったんじゃないやな、ちょっと恥ずかしいなっていうね、そういった気もしましたね。756回目の王者の行進、未だ誰も踏んだことのないホームベースに向かう王貞治、蝶ネクタイを直した主審の富澤弘也の姿も見える。ホームベースにはすでに歓喜の輪ができていた。日本プロ野球最高の一瞬であった。ちょうどホームベースに来る手前に選手の方が待ってたから、はい、多分その後にここにいますから渡したんじゃないですか。あ、うん、どうしよう、渡せなくなっちゃうかもしれない。そうそう、ね、ありましたね、うんうん、戸惑いがね、難しいですね、こういう時のタイミングってね。そうだったでしょうね、うん、もう誰もがね、いち早く王さんを迎えたいという気持ちだったでしょうからね。ちょっとやはりおめでとうございますって言おうかなと思ったんですけどもやはりね、負けてますからね、それもやっぱり、まあ、自分の気持ちの中だけで思って言っただけなんですけどね、うん、あの時の王さん、本院した時の王さんっていうのはお顔はじゃあご覧になったんですか。もう今まで王さんちのゲームで笑ったことないと思うんですよね。初めてあのスロイハーを出して笑顔を見せたのがあれが僕は1回だけなんですよね。この日5万観衆が目にしたもの、それは王が入団19年目にして初めて見せた至福の笑みであった。翌朝、王の自宅前には700人のファンが詰めかけた。しかしこの祝福ムード一色の中、この朝から王は好きなタバコを立っていた。浮かれやすい時こそ自らを律する、それが怪物王貞治なのである。王の偉業は海外でも大きく報じられた。そしてこの快挙に日本で初めての栄誉が与えられることになった。国民栄誉賞の授与式である。国民栄誉賞の第1号は野球界の英雄に与えられた。表彰状、王貞治殿、あなたは昭和34年巨人軍に入団以来、今日に至るまで野球を通じ広く国民の敬愛の的となるとともに、前人未到の756号本塁打、世界記録の偉業を達成され、明るい社会の発展に著しく貢献されました。よってここにその栄誉を称え表彰いたします。昭和52年9月5日内閣総理大臣福田赳夫。表彰式には長嶋茂雄監督と共に出席。常に N の陰に隠れていた王が完全に主役に躍り出た一瞬であった。福田総理が自ら選んだという王冠鷲の剥製と表彰盾を贈られる王。授賞式で王は900号に挑戦したいと公約した。14年前、1億人の胸に爽やかな感動を刻んだ756号、人々の心にあの感激は今も生々しい。幸せですよね、本当に幸せですよね。ああいうこと、ああいう体験を本当にできない人なんですからね。できない人はもうほとんどなんですからね、うん、9人しかできないですからね。そうですね、まだベンチにいてるのとグラウンドで出てるのとまた違いますからね。死ぬまでずっと自分の思い出になると思うんですけどもね、はい、ご自身の打った素晴らしいホームランもいろいろおありですが、自分よりもやはりあの王さんの一発ぐらいも今でもずっと思い出すとそれ描いていくのが頭の中に浮かびますけどね。僕も野球人生にこう弁ですか、あの明るいと言いますか、光った光景だと思います。やっぱりこう、本当にこう僕の野球人生の中にもね、あの場面はね、おそらく一生忘れないと思いますね。ただひたすら打球をライトスタンドへ運び続けた怪物王貞治。この昭和52年の40号は世界一の座に君臨する一発となった。
結局王はこの年さらに10本のホームランを放ち、合計50本でホームラン王に輝く。しかしこれが王にとって最後のホームランキングのタイトルとなった。そしてチームも独走でセリーグを制覇。しかしこれまた長嶋監督最後の胴上げであった。くしくも昭和52年は ON が並び輝いた最後の年となったのである。世界記録達成の時王37歳。しかし王はさらにこのあと40歳で引退するまで実に112本ものホームランを輝かしい旧暦に付け加えている。その精神力、たゆまぬ努力と卓球にかける一途な思いこそがあの暑い夏、あらゆる人々を熱狂の渦に巻き込んでいくパワーを生んだのではないだろうか。